先生です。本日からですね、雑談書き方教室を、まあ、本格的に指導していこうということで、趣旨としては好きなものの名前をめちゃくちゃ綺麗に書きながらそれについて雑談していくっていう、あの、実りのない内容になっておりますので、まあ、ラジオ感覚で適当に聞いてください。で、今日のテーマは、レモンチューハイです。最近ね、レモン味ね、うまいんですよ。なんか昔はあんまり美味しくないレモンチューハイが多かったんですけど、最近のね、レモンチューハイはめっちゃ頑張ってて美味しいので、好きな銘柄をね、書きたいんですよ。で、なんとですよ、私が最近一番好きなレモンのお酒がめちゃくちゃ字が難しいので、ちょっとさっき練習してまいりました。一つ目はその難しい字なんで、っていうか、まあ、レモンチューハイで難しい字っていう銘柄って言ったら、まあ1個しかないんですけども、レモン堂です。あ、間違った。はい、ブー。早速ダメですね。レモン堂ね、最近美味しさに気づいたというか、あれなんですけど、あー、もうこの字むずすぎませんか。なんでこんなところに心入れるんですか。私ね、レモンのレって私こうだと思ったんですよ。こう、丁寧っていう字のネイの方だと思ってたんですけど、違いますね。ここに皿っていう字が入るんですよ。だからめちゃくちゃバランスむずくって、さっき一回綺麗に書けたんですけど。でね、そのレモン堂ってね、何がうまいってね、なんて言うんだろう、レモン味はレモン味なんですけど、くどくないんですよ。で、若干なんかこう甘みがね、強い感じにできてる風ではあるので、さっぱり感はね、強いと思います。だからあんまりこうアルコールっていう感じではないんですけど。で、あ、割とうまく描けたんじゃないですか。なかなか良くないですか。ここにね、皿が入るんですよ。この心のね、バランスがね、難しいですね。ここに均等に丸が入るといい感じかな。なんか思い出したように字の解説してますけど。で、レモン堂はね、3%と 5% と 9% っていうのがあって、で、9% がなんか鬼レモンっていうなんか物騒な名前なんですよ。そのお酒が多分苦手な人としては 3% ぐらいからほんと行った方がよくって、なんかとにかくなんか弱中強みたいな感じで分かれてるんですね。で、鬼レモンもなんかそこまできつくはないというか、アルコールの度数としては高いんですけど、なんかもうアルコールの味しかしないみたいなやつもあるんですけど、チューハイって全然美味しくなくてっていうのもあるんですけど、これのね、レモン堂の 9% はね、マジでね、うまいんですよ。普通に美味しいし、強いお酒としても楽しめるっていう感じですね。ちょっとなんか草冠ちっちゃくないですかね。ちょっとやり直しますね。このレモン堂の喜びはアルコール度数が自分で選べるし、どのアルコール度数を選んだとしても美味しくいただけるっていうのがいいですね。あー、間違えた。むずすぎませんか。っていうかね、このレモンの門ってね、ここに一本線あるのか知らなかったんですけど、ここの角度がむずいですね。えい、おい、最後、えい、はい、どうですか。まあ、大体いいんじゃないですか。ちょっとここキモいですね。やり直しましょう。ちょっと一回喋らずに本気で書いていいですか。はい、こんな感じ。さっきよりはマシかな。はい、これでレモン完成です。じゃあ次、レモン堂の銅ですね。いや、銅は比較的ね、バランス取りやすいかな。ここがね、この土をでかく描きすぎるとダサいので、この上の冠よりもこの土の下の角が出ない方が美しいかなと思います。はい、というわけでレモン堂完成。イエーイ、おしまい。次のお酒はレモンサワー、丸ごとなんとかレモンサワー、どこだっけ、サントリーだったっけ、コカ・コーラだったっけ、忘れちゃった、ごめんなさい。カタカナですね。で、レモンのレってね、実はね、ここから書かないんですよ。ここから書くと右によってキモいので、ちょっとですよ、ほんのちょっとこう左からスタートしてこう書くと、これやっぱダメですねこのね、反りがむずいんですよ。こういって、で、緩やかに反る感じがちょっと難しいですね。あんまりやりすぎるとさっきみたいに気持ち悪いので、はい、これもあんまり美しくないですけど。はい、次、レモンのも、いやー、で、レモンサワーは結構ね、なんて言うんだろう、次に紹介するレモンのお酒と、
レモン堂の中間みたいな味がしますね。はい。も、はい、ちょっとキモいですね。もってね、マジでバランス無理。この辺ですかね。どう？バツ。もうカタカナなんてね、バランスなんですよね、本当に。一画一画は全然難しくないんですけど、字の隙間とか。あー、微妙。え、下手すぎません？ちょっと待って。ちょ、もう一回いきます。どうだ？いいんじゃないか。うわー、でもな、ちょっと微妙かな。もう一回、もう一回だけ。はい。これはいいと思います。今気にしてたのは、ここの広さですね。ここが、まあ、大体同じくらいかな。っていうのと、ここの、広がり具合を気にしてました。はい、レモンのも完成です。で、次、うんね。レモンの、うん。サワーのさ。さ、むずいんすよね。どうだ？なんか全体的に下に寄りすぎたな。ちょっとブスですね。どうですかね？これ良くないですか？はい、サワーのさ。でかい。もうちょっとね、正方形なんですよ、和は。はい、和、完成。レモンサワー。で、最後紹介するお酒が、ストロングゼロです。あのね、私はね、ストロングゼロにはマジでお世話になってて、あ、違う。お世話になってた。過去形ですね。あ、酢はね、ここね、止めてくださいね、ここ。最後止めます。こっちは払うんですけど、こういう向きでちょっと反って止めるとかっこよくなります。で、そのストロングゼロはお世話になってたっていうのは、あの、私ね、その担任してた時に本当に毎日ストロングゼロを飲んでて、毎日ですよ、一日も絶対ほぼ休まずストロングゼロは飲んでたんですよ。で、あの、ストロングって9%じゃないですか。その 9% を飲まないとマジで寝つけなくって、もうね、本当に初めの年がきつくって、ちょっとこの音汚すぎませんか。これぐらいかな。これ中心線から少し左からスタートするといいですね。で、ここしっかり止めてください。で、体はね、担任業務で疲れてたんですけど、あの、夜布団に行くと全然眠れなくって、多分ですけど睡眠障害みたいになってたようで、寝れなくって、なんかね、もう本当に寝酒の感じで、とにかく強いお酒を飲んで眠たくなりたいっていう意味で、眠たくなりたいっていう目的のためだけにストロングゼロを飲んでて、だからなんか味がどうこうっていうよりは、もう本当にアルコールを摂取したいから飲んでた飲んでたっていうだけのお酒なんですけど、ほんと。もう、味、あんまり味わってないというか、ほんとにね、なんか、ただ強いだけっていう感じなんで、もうね、ダメでしたね。でも逆に、ストロングゼロがなかったら、私は絶対ね、もう、メンタルがダメでした。次の日の仕事に行く栄養剤みたいになってたんで、なんかドーピング剤というか、あ、長すぎる。すごい。若干二日酔いみたいな感じで多分ね、行ってた日もあったと思うんですけど、この具、いい感じですかね。ちょっとこっち短すぎるかな。具はね、ちょっと向きをね、変えるといいんですよ。こう、開くというか、全く同じ向きで、こう行くとちょっとダサいので、少し開き気味にするといいですね。そう。で、だから、ストロングゼロは、入眠障害っていうのかな？寝つきが悪い人は、なんか、なんて言うんだろう、入眠導入剤的なノリで飲むといいのかなって思う。ちょっと、ぜむずすぎません？せ死ぬほど嫌いなんですよ、私。カタカナのせって、マジでむずくないですか？この2画目のね、入るところがわからん。ここ？こうか。まあまあいいかな。はい、ぜ。で、ストロングゼロに関してはね、レモン味がね、あんまり美味しくないような気はする。とか言って、このレモンチューハイの選手権に選んでますけど、なんだろうね。ストロングは、まあなんかね、ブドウとかがね、美味しいですよ。でもこのアルコール具合は、まあ最強なので、ぜひね、飲んでやってください。
はい、というわけで、本日は美味しいレモンチューハイ選手権でした。なんて書いたっけ、レモン堂とレモンサワーとストロングゼロ。はい、めっちゃ美味しいので、なんかストロングゼロのことはちょっと悪口言っちゃったかもしれないんですけど、今日は最強のお酒についてお話ししました。またね、好きなお酒シリーズの話とかねしたいので、なんかネタ提供とかあったらコメント欄の方でお願いします。それでは本日の動画は以上になります。ありがとうございました。